はようございます。どうも、まやすです。今回は荷物が届きました。今回買ったのはこちら、プシューシコーン、こちらですけど、伝票とは厚な取ってた。こちら取り扱い注意ということで、いつもの可愛いね、のどくんのマークがあるということは、そうです、川内くんとのグッズを買いました。つといってもユニフォームです。いやー、この時期といえばあれですね。そう、リミテッドユニフォーム。リミテッドユニフォーム2個出てるんだよね、今年。その5月に柏線に着用された川内線ユニフォーム。あれも一応リミテッドユニフォームっていう部類だったんだけど、それでは別にリミテッドユニフォームが出たんですよ。ちゃんとし、リミテッドユニフォームって名前で。川内線ユニフォームも全然名前出てたのにね。リミテッドユニフォームですって。ちょっと驚きですけども、で買いました。明細書ですよな。明細書は置いといて、さあドーンドーン。おー、青いね。きた、来ました。はい、もちろんネームは9番のエリソン選手です。いやー、ホームユニフォームも、リミテッド、カチユニフォームもエリソン選手ってからね。はい。どう？お、いいじゃん。いいじゃないですか。ミネスポンサーが富士通じゃなくて、ユーバンス、富士通さんのブランドは新しいやったんですね。スタジアムの前も、今年からユーバンスと同期スタジアムが富士通だったんで、それも帰ったのかな。青いね。青いね。なんか20年のリミテッドユニフォームに似てるな。イメージ性がですね、よく見ると真ん中には川崎市の地形形がありますね。いや、いいじゃないですか。ユーマンスとしてた場合、実かっこいいな、かっこいいな。これネームはエリソン選手、エリソン選手です。最近ゴールないけど、というか最近試合出てないけど、決めたチェですね。今日もこれから FC 東京戦行くんで、あ、いや、 FC 東京戦来ていこうかな。これどうしようかな。お、今気づいたけど SDGs の語変わってるね。普通のユニフォームと SDGs の語です。はい、じゃあこっちは、こっち SDGs か、こっち SDGs で、こっちはガラス100周年の記念のロゴかな。今回は別に不具合編とかでなさそうだね。見る限り、よかった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 。かっこよ、かっこよ。サイズは一番大きいサイズにした。冬とかも下に服着るんで大きいサイズしました。じゃあ早速着用しますか。はっ、はい、いいですね。あと出演者席と天皇杯優勝記念バッジもつきました。3000円のうん、よくない、いいですね。かっこいいなぁ。見てても最近、近年は当たりというか、いい、かっこいいデザインが多いからね。いいなぁ、これ夏に3、4試合くらいで着用するんでね、5試合ユニフォーム楽しみですね、選手たちが着るの。8月中段じゃ前の視線でもこれチェックするんだけど、前の相手にこの青色のユニフォーム着るのもなかなか攻めてると思うけどはい、というわけで今回はこちら9番、映ってるかな、映ってるといいな。はい、というわけで今回はこちら川崎フロンターレ2024リミテッドユニフォームを紹介しました。名声が結構好きで分かれるけど、俺は好きですね。うん、はい、でね、では僕が本当は応援したいと思うので、皆さんもぜひ川崎フロンターレとは言わないけど、 J リーグの身近にチームあると思うんで応援してみてはいかがでしょうか。フロンターレは今順位下の方で厳しい状況ですけど、まあ前向いて頑張っていきましょう。
シールも始まりましたね。で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をします。X、いつごろ、YouTube、動画持ってないで見ていってください。で、また、スタジアムで見かけた際は、小声で走ってくださると嬉しいです。写真とかもくださると嬉しいです。ははは。それで、ありがとうございました。バイバイ。待ってねー。フォンターレー。